死ぬ覚悟はできたか。いいや、お前は俺を殺せない。俺の住所は登録していないからだ。いくらなんでも未登録の情報は手に入れられないだろう。ほう。お前の、いや、お前たちの手口は分かっているぞ。ですが、俺の名は思い出せなかったようだな。お前は己のしたことを、罪を、全てを忘れようとした卑怯者だ。俺はずっと覚えている。お前の名も、お前がしたことも。俺の標的はお前だ、黒の剣士キリト。 It's showtime。 珍しい武器だな。 GGO にそんな金属剣があるなんて聞いてないぞ。作ったのさ、スキルでな。重さも大きさもこれが限界のようだが、そんなおもちゃのように軽い剣はさぞかし不本意だろう。これもこれでいいものさ。剣は剣だ。お前を倒すには十分だ。針のように細長い剣、エストック。確かラクロフの上級官だが、その使い手だった。奴の鋭い立ち筋、あの時より格段に腕が上がっている。だが奴の剣だ。あいつ、え、どうだ。おとなしく自首しろ。ですが、警察だってバカじゃない。お前のアバター名からログを解析できる。お前は知らないかもしれないが、 SAO サバイバーの情報は全て総務省が把握している。もう終わりにしろ。ですが、惜しいな、黒の剣士。お前は俺の名を絶対に思い出せない。だから絶対に俺を止められない。なぜそんなことを言える。俺はあの戦いの時名乗ろうとした。だがお前は拒否した。お前は俺の名前を知らない。だから思い出せない。ここで俺に倒され、あの女が殺される様をただ見ているがいい。これでどうだ。約束の時が来たようだ。お前との決着を今こそつけよう。そうか、お前とは SAO の後も会っていたんだな。うん、オリジンで。そうだ。ほう、それは覚えていたのか。なぜ俺を狙う。
討伐隊として俺はあの時お前と戦った。そしてお前は捕らえられ、デスゲームをクリアするまで牢に閉じ込められた。その恨みか。俺は本物の殺人者だ。生き残るためだけに殺したお前とは違う。偽りの力を振るうお前に裁きを与える。決して忘れられない記憶を植え付けてやる。このエストックスから、確か昔アスナから話を聞いたことがある。ダーフコルトの幹部である、黒の装束の毒ナイフ使い、ジョニー・ブラックと、そしてもう一人の幹部、赤に逆十字を染めたマントを羽織り、赤い髪と瞳を持ったエストックスから。どうした、もう終わりか。このままではどうにかして奴に隙を作らないと。ザザ、赤目のザザ、それがお前の名前だ。これで終わりだザザ。名前が分かった以上、すぐにお前の身元は割れる。共犯者もすぐ捕まるだろう。ラビン・コフィンの殺人はこれで完全に終わったんだ。まだ終わらない、終わらせない。あの人がお前を。終わったのね。ああ、奴の名前は分かったんだ。犯人たちはすぐに捕まえられるよ。だけど共犯者はもしかしたら私のそばに。デスガンはシノンを殺せなかった。あいつはおそらく自分のルールを持っている。共犯者がシノンを狙うことはないだろうけど、念のため気をつけてくれ。ログアウトしたらすぐに様子を見に行くよ。病院の場所からシノンの家まですぐだからな。ログアウト、ね、この大会も決着をつけないといけないわ。そうだな。どうしよう。参ったな。モニターの前の観客はイライラして待ってるだろうし。二人で同時優勝はどうかしら。それができればいいけど、どうするの。お土産グレネード。負けそうな人が巻き添えで死に際にグレネードを転がすの。ほら、これあげる。鍵もかかっている。キリトの推理通りなら、さっきまでデスガンの共犯者がここにいたのね。ベッドの下とかに隠れてないよね。
浅田さん、BOB 優勝おめでとう。お祝いに来たよ。新川くん。ごめんね、突然。でもお祝いしたくってさ、コンビニのだけどケーキ買ってきたんだ。ちょっと待って、今開けるから。お邪魔しまーす。その辺に座って、お茶くらいしかないけど。気にしないで、疲れているでしょ。あのね、浅田さん。大会前に話をしたよね。BOB が終わったら話をしに行くって。ああ、そうだったわね。浅田さんは、あいつのこと、あの、キリトのこと。どうしたの？急に。ねえ、僕じゃダメなのかな？僕ならずっと一緒にいてあげるし、ずっと君だけを見て、君を守ってあげるのに。あの黒髪、決勝の時に一緒にいたアバター。あれ、キリトだよね。なんで、あいつと一緒なんだよ。僕以外の男を見ちゃダメだよ。新川くん、ね、ちょっと落ち着いて。浅田さんは僕を裏切っちゃダメなんだ。僕だけを見ていなければダメなんだよ。動いちゃダメだよ、浅田さん。この注射はね、痛みを感じずに心臓が止まるんだ。大丈夫。僕と君はこれで一つになるんだから。二人で生まれ変わってずっと一緒に。浅田さん、浅田さん、浅田さん、好きだ。ずっと憧れていた。覚えているかい？図書館で銃のカタログを見ていた君に声をかけた時、僕はすでに知っていたんだ。君が悪人を殺したことのある女の子だってことを。そんな、街中の噂だったからね。すごいなって思った。本当の強さを持っている子なんだって憧れた。愛してるよ、浅田さん。愛してる、愛してる、浅田さん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 。やめて。死な。キリト。シノンさん。シノンずるいよ。僕も BOB 出たかったな。勇気。でもみんなそんなに怒っちゃダメだよ。せっかく二人とも無事に戻ってきたんだから。みんなごめん、心配かけて。驚いたわ、 BOB にシノンが出ているのを見た時。ごめん、でも言えばきっと止められると思ったから。だかね、そんなの止めるに決まってるでしょ。おかえり、シノノ。あなたが無事で本当によかった。あの、まあいいか。パパも無事でよかったです。おかえりなさい。おかえりなさい、キリト。 BOB 優勝おめでとう。ありがとな。アスナに構ってもらえないから寂しいんだ。それなら私がなでなでしてあげるよ。ストレア、キリトにあんまり抱きつかないの。もう見ているこっちが恥ずかしいよ。ねえキリトくん、あの女の子みたいなアバター見せてよ。可愛かったよね。やめてくれよ、あれは永久封印だ。というより
機構課が用意したやつだからな。俺がアカウント代を払っているわけじゃないし、使い終わったから削除するんじゃないの？もったいないな。その機構課さんだけど、デスガンは捕まったのよね。あいつのラフコフ印のタトゥーを見たときは驚いたぜ。まさかあれを GGO で見るとは思わなかった。そうだな、俺も驚いたよ。これは機構課からの話と俺の推理も混じっているんだけど、デスガンは二人いたんだ。その一人は新川教授、 GGO ではシュピーゲルの名で、ここに来る前にやっていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。そしてもう一人が教授の兄、新川翔一だ。そいつがラフコフの赤目のザザだったんだ。赤目のザザ？あのエーストック使いか。確かラフコフを討伐した時に捕らえた上級幹部よね。まさかあの時のことを恨みに思っていたの？ことの発端は結構複雑なんだ。機構課から聞いた話なんだけどさ、新川兄弟は大きな病院の跡取り息子らしい。だけど兄の翔一は幼い頃から病弱だった。 SAO 事件のこともあり、跡継ぎ候補は教師になり厳しく教育されていたんだそうだ。でも教師の成績は伸びず、だいぶ追い詰められていたらしい。そんな中でも翔一と教師の仲は良かったそうだ。特に教授は SAO で殺戮者になった兄を尊敬していたらしい。教授にとってそれは現実の重圧から解放してくれる話に聞こえたのかもな。そうだったの。模試の結果に落ち込んでいる様子は見ていたけど。そして新川兄弟は一緒に VR ゲームをやるようになった。GGO で教授はシュピーゲル、みんなも何度か見かけたことがあると思う。翔一はステレベン、これはドイツ語だったらしいな。意味は病院用語で死ぬこと。死、なんでそんな名前をつけたのかしら。さあ予想はできても本当のところはわからない。それにいつ殺人に思い立ったのかもな。ただおおよそのきっかけは分かった。それがあのボロマントだ。あのマントは翔一がリアルマネートレードで手に入れたもので、メタマテリアル公愛局明細機能、つまり透明化できるマントなんだ。おいおい、そんなもん聞いたこともないぞ。私も初耳だわ。おそらくシノンのスナイパーライフル以上のレアアイテムだろうな。そいつを利用してステレベンは総督府のターミナル前に張り込んだ。そしてプレイヤーがターミナルに打ち込む個人情報を盗み見たらしい。最初はただのいたずら心だったようだけどな。その頃キャラクター育成につまずいた教授はトッププレイヤーへの恨み事を兄に打ち明けていたらしい。その話の中でデスガン計画が具体的に作られていった。ちょうどゼクシードたちの個人情報を得ていた兄弟はそれを実行したというわけさ。大きな病院には緊急時に患者の家の鍵を開けるための合法マスターキーがある。それと高圧注射器に劇薬を盗み出した兄弟はゼクシードと薄塩タラコを手にかけた。しかしデスガンの存在はふざけた噂話にしかならず、誰も真剣に捉えなかった。ああ、僕も噂を聞いた時はただのデマだと思ったよ。新川兄弟は
BOB でデスガンの存在を誇示するつもりだったらしい。俺とシノンが大会に参加すると分かるまではね。新川君は私が狙いだったのよね。そして翔一は俺を狙っていた。え？じゃあデスガンの仲間がうちにも来ていたの？いや、翔一、ザザの目的は俺の命ではなかったようだ。俺は何より死よりもっと深い傷を俺に与えたかったのだと思う。あいつは俺を卑怯者だと言っていた。偽りの力を持つ者だってさ。記憶を封じ、目を向けることすらなく、ただ彼らを忘れていた俺を奴は許せなかったんだと思う。キリト、自分を責めちゃダメ。あなたが動いたから BOB で殺される予定だった人は救われた。もちろん私もよ。シノン。ねえ、なんでデスガンは人を殺したんだろう。強いプレイヤーを殺しても何にも得られないのに。ラフコフたちがなぜ人を殺めたのか、 SAO の頃から私には理解できなかったわ。まだ事情聴取は始まったばかりだしな。他にも共犯者がいないかを含め調べているらしい。彼らの話を聞けば少しは事情がわかるかもしれないけど、難しいだろうな。お兄さんの方はよくわからないけど、進化、いいえ、教授君はきっとみんなと同じだと思う。トッププレイヤーになりたい、最強と呼ばれたかったのよ。それは強くなりたい。ただ強くなりたいの。現実世界で巨樹君はとても辛そうだった。オリジンでも GGO でも彼はいつも上を目指していた。たくさんの時間をつぎ込んで、それこそ現実と仮想が逆転するくらいに。それは単なる現実逃避かもしれない。だけど巨樹君は真剣だった。でもうまくいかなくて、彼は次第に私に理想を重ねてしまったのだと思う。だけどその根源にある気持ち、それは私だって誰だって持っているものではないかしら。そうだな。もちろんそれが人を殺めていい理由にはならない。それでも私いつか教授君と話したい。リアルでは相変わらず銃は苦手だけど、そんな浅田シノが、シノンが今まで何を考えてきたのか、ちゃんと彼に話したいの。そうだな、気候課に伝えておくよ。うん、お願い。最後にもう一つ重要な話がある。新川兄弟はナーブギアを盗んでいないと言っている。嘘の可能性もあるけれど、俺は違うと思う。この件は引き続き気候課も追っている。みんなも念のため気をつけてほしい。君も仲間たちに。待て、あ、そうか、今日は来てなかったんだな。クレハもゼリスカもイツキもいないのか。さんにメールを送っておきますね、パパ。ああ、内容は極秘だから時間があるときに俺のところまで来てほしいと伝えておいてくれ。わかりました。お、エラーが返ってきました。おかしいです。このエラーはアバシスさんが GGO に存在しないことになっています。なんだって？他のみんなはどうなの？無理よ、キリト君。GGO のシステムでは相手がログインしているかどうかもわからないわ。あの、じゃあリアルの方に連絡は取れませんか？誰かリアルのアドレスとか知ってる人がいれば。聞いてないよ。
多分みんなもそうだろ。俺なんかリアルの名前すら聞いてないよ。そうね、私も GGO のメールでやり取りしているだけだったから。リアルの情報なんか聞かなくても問題なかったからな。ユイ、アファシスがどうなっているか調べることは可能か？やってみます。ストレア、プレミアさんも力を貸してください。はい、セブンにも協力を仰ぎましょう。オッケー、頑張るよ。私にできることはある？私も手伝う。あ、街に出てクレハさんたちを探そうか。いや、みんな念のため戦いの準備をしておいてくれ。嫌な予感がするんだ。